いや久しぶりにね、まあ、空港でお仕事をちょっとね今日一日手伝うんですけれども、まあ、だいぶね早く着きました。1時に仕事なんですけれども、今12時15分ぐらいなんですよね。まあ、このぐらい早く着かないとちょっと不安なんで、いろいろそれなんでね、すごく早く出てきてしまいましたまあでもちょうどねメジャーな便が全部もうボーディング終わった後なんで、今本当タイミングよく結構空いてるんですよね。まあ、そんなわけで保安検査場もかなりスムーズに通れるんじゃないかなと予測をしております。で、まあ、保安検査場はそこですね。こっち側にはありません。まあちょっとね空いてるし若干時間があるので、ターミナルの中お見せしようかなと思います。今ねバージン側に近づいています。私のね目の前、このね保安検査場の入り口の近くにこのバージンのねチェックインカウンターがあるんですけれども、あっちの保安検査場はね常に結構混むんですよね。これなんでなのかわかんないんですけども、こっちの上に行く方の保安検査場はね比較的いつも空いてるんですよね。で今の時間は全然人が並んでなくて、これ朝はねもうここずーっとね全部列をなしてる感じ、黒山の人だかりみたいになるんですよ。まあ、下の階はね特にね何にもないんですよ。チェックインカウンターとバゲッジのやつしかなくって、上に行って、まあ、保安検査場を過ぎればね、まあ、それなりになんかお店、まあ、お買い物するところがありますので、まあ、ちょっとね上に行ってみたいと思います。そんなわけでね今保安検査場を抜けたところです。ちょっとねお水を汲みたいので、ここでこの水汲み場、この水汲み場のお水はね結構美味しい水っていうか、ちゃんとフィルターされているお水なので、まあいつも空港に着いたらここでお水を汲んでます。ちょっとね、免税店時代の同僚に会ってしまいまして、それちょっと長話をしてしまったらもう全然時間がなくなっちゃいました。まあ、そんなわけでね、まあ、ちょっともう仕事場に向かいたいと思います。今4時過ぎたところなんですけど、とりあえずね休憩に入りたいと思います。なんか夕方のラッシュが来そうなんですけど、いいのかな休憩行っちゃって。まあいいか行っていいって言われたからね行っちゃうんですけど、ここのアッパークラストっていうねカフェなんですけど、私ここのねパイがねすごい好きなんですよ。別になんか特別すごい美味しいってわけじゃないんだけど、すごくね素朴で、まあ、ここのペッパーパイをねいつも毎朝買ってましたね。あればなんだけどね、久々にちょっと買ってみようかなと思います。あったービーフペッパーパイ、そんなわけでねこれを買いました。普通のねもう本当に普通のペッパーパイ、いただきます。うん、うまっ。すごいね、胡椒の味がねいいんですよね。うん、なんかそんなにこう凝りすぎてるわけでもなく、うん、なんか素朴で美味しいです。非常にね、従業員ディスカウントがあってそれで 20% オフぐらいで買いましたけど、まあ1個7ドルぐらいですよこのパイね。うん、まあ空港なんでねどうしてもそういうぼったくりプライスなんですけれども、あとまあ空港で食べるものって言ったらね、まあ、フードコートだったらお寿司屋さんとか、あとマッドメックス、まあ、メキシカンとあとレッドルースターと、まあなんかなんだろうバーガー屋さん、
まあ、あとはまあカフェですよね、うん、まあ、そんなもんなんですよね。閉まり気味ですよね。これはバージンのターミナルの一番端っこなんですけど、こっちの方はね何にもないんですよね。で今ね、なんだろうな、こう伸びて丸くなってるところがあるんですけども、そこの部分を歩いています。50番がそこで、ドメスティックの中ではラストのゲートがあちらなんですね。まあ、そんなわけでちょっとね、あのクアンタス側に戻りたいと思います。後方にね、皆さんの大好きな、もう大好きなね、ジェットスターが映っておりますね。まあ、今日もね、なんか飛んだり飛ばなかったりするんでしょうかね。まあ、よくわかんないんですけれども、まあ、こちらにちゃんといらっしゃいますね。私ね、オーストラリアに初めて入国した時ってね、まあ、ケアンズで降り立って、で国内線でブリスベンに移動してきたんですけど、この何、この丸っこいところでね、あの降り立ったんですよ。まあ、どこのゲートだったかっていうのも覚えてないですけど、この丸っこいところだったのは確かなんですよね。そんなわけでちょっと一旦休憩時間終わったんで、お仕事に戻りたいと思います。とりあえずね、シフトが終わって今帰るところです。まあ、今日はやっぱ空港空いてたっぽいですね。なんかいつもよりもなんかね、でも去年よりはやっぱり全然忙しくなったっていう風にね、マネージャーが言ってました。そんなわけで私はね、今から外に出てお家に帰りたいと思います。まあ、ディネコさんがね、国際線のターミナルの方でね、待っててくれるんですよね。あの国内線のターミナルはね、もうすごいなんか混むんですよ。あの、まあ、ターミナルバスがあるんで、それで移動してね、それで、まあ、国際線のターミナルの方で待ち合わせるんですよね。これ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 、はい、インターナショナルプリーズ。インターナショナルフォーヨーガーズ。Thank you. Thank you. Thank you. All the best.あのね、2階に降りてきましたね。去年はね、1階で降ろされたり4階で降ろされたりしてたんですけども、今回はなんかアライバルズの方、2階の方ね、2階って言ったらいいのかな、まあ、私は2階って言ってるんですけども、まあ、2階の方にね、やってきました。これね、2って書いてありますよね、うん、ここ2階なんですよ。まあ、そんなわけでね、まあ、D ネコさんとは1階で落ち合うんですけれども、とりあえず1回ちょっと、まあ、この中もね、久々にちょっと巡ってみようかな、ね、どこに行くわけでもないんですけれども、まあ、私ね、この国際線ターミナルでね、長いことずっと働いてたんですよね。この、まあ、奥にアライバルズのフロアがあるんですけれども、そこの中のデューティーフリーショップで働いておりました。まあ、2014年からコロナになるまでずっとここで働いてたんですけれども、本当にね、なんか変わってないですね、やっぱりね、またね。あ、ここにあったカフェが、ここにね、スプーンがあったんですけど、なくなっちゃいましたね。うん、結構お世話になってましたけど、あと何がどうなったんだろう、ちょっと見てみようかな。コーヒークラブの、あのロゴが変わってますね。気づいたらね、
前はねもう毎日毎日家でも見かけてたけども、なんか全然ねシティに勤めてから見てないんですよね、コーヒークラブだってね。これがね昔の元々のコーヒークラブのねあのロゴだったんですけど、ね、今ねちょっと変わりましたね。まあ、コーヒークラブを過ぎたらもう何もないって感じですね。で今あそこのトロリーをしてる人、あっちに行くとねバスターミナルと、あとはまあウーバーの乗り場がねあそこなんですよね。ちょっと見てみましょう。まあ別に用はないんですけれども、せっかくねあのビデオ回してるんで時間もあるしね。今私が歩いてるのは、まあ、高知バスターミナルと、あとはねあの、まあ、ウーバーの乗り場とかもここからなんですよね実はね、うん、まあ、ウーバーの待ち合わせはいつもここから出て、でまあこの駐車場のどっかでね、まあ、落ち合うって感じなんですけれども、ちょっとそのね駐車場の様子を見せましょうかね。ね、これライドシェア、ウーバーとかここにこんな感じです。今日ねちょっとねディーニコさんまだ迎えに来ないんですよね。あのライオンズ戦、あのブリスベンライオンズ戦がね、まあ、まだ終わってないみたいなんで、ちょっとねまあついでなんでいろいろ他のフロアも見て回りたいかなと思います。今私が向かっているのは、まあ、上の階で、まあ、レベル3、まあ、3階ですね。ちょっと見てみましょう。あのこちらの3階はですね、まあ、電車の駅なんですよね。ここずっとまっすぐ行くとねインターナショナルエアポートステーション、ね、まあ、国際空港駅ということになりますね。まあ、30分に1回ぐらいの間隔ですかね、まあ、時間帯によっては15分に1回来るんですけれども、今の時間帯だと30分に1回ぐらいかな。あと3階はねこのさっきの駅の他にはもうねあとはもうオフィスですよね。空港職員以外は特にね用がない階ですかね、うん、そんなわけでちょっと上に行きたいと思います。それにしてもね久々の空港、特にインターナショナルターミナルはね本当にもうすごい、なんかずっと勤めてたんで、なんかこう自分のなんか実家に帰ってきたような、まあ、そこまではないか、まあ、なんかすごい自分の実家に帰ってきたようなというか本当古巣に帰ってきたような、そういうなんか不思議な懐かしさがありますね。まあそんなわけで今あのこれ出発ロビーですね、4階の。便数の方はね、まあ結構もう戻ってきてんじゃないかなって思います。なんかだいぶね日本便ね、カンタスで羽田便が出てるのと、まあ、以前は成田便だったんですけれども、うん、それどうなっちゃったのかなまあコロナの前にねバージンがその羽田便のその就航を獲得したんですけれども、まあコロナになっちゃって飛べなくなっちゃって、うん、でまあ会社もねいろいろあんなになっちゃってね、でまあまた復活するのかなこのバージンのその羽田便ね、なんかそういう話もちょっと聞いてるんですが、まあねでも日本便いろいろ増えてくれると嬉しいですよね。そのまあ関西便でもいいですし、うん、まあ空港がね、まあ、ちょっとずつこうね元の状態に戻りつつあるっていうのがまた嬉しいですね本当で。ね空港これね、まあ特にデパーチャーズはね中に入んないと本当に何にもないです。まあ中に入っても大して何もないんですけれども、もうこの何外側はね本当にもうすごい終わってるんですよね食べるものは何もないっていうか、寿司屋さんとかマットメックスとかもう閉まってんのかな、なんか閉まってますね。なんかこの時間は本当にもう何もやってないですね。どこもねお見事なぐらいにね保安検査場の外にあるこのフロアの、まあ、お店ほとんど閉まってますね。もうねマッドメックスもレッドルースターも閉まってるし、うん、
まあ、だからこの時間に飛ばなきゃいけない人、まあ、この時間に飛び立つ方はね、まあ、どうしても中に入ってから食事をするか、それかまあなんかおにぎりかなんか持ってきてね、あのここのフードコートで済ませるかね、まあどっちかじゃないですかね。ちなみにここのねお寿司はね大概、まあ皆まで言わないんですけれども、なるべくだったら食べたくないかなっていう感じのねお寿司だったりとかするんですが、こっちがドメスティックターミナルですね。向こうにブリスベンのシティが見えます。でここから見る夕焼けがね実はすごく綺麗なんですよ、まあ、この夕暮れの時間にその空港に用がある方はねぜひこの出発ロビーの方まで登っていただいて、ぜひあっちの方からねあの、まあ、夕焼けを眺めてほしいなと思うんですよね、まあ、私ね休憩の時間がいつもねその夕焼けの時間にぶつかる時間帯だったんですよ。なのでねよくここまで来て黄昏れてましたね。はい、まあ、そんなわけでね今からまあお家に帰るんですけれども、いや本当久々の空港楽しかったです。あのドメスティックターミナルの元職場にね、まあ、の働きに行ったんですけれども、まあ、私さえ良ければねなんかまた定期的に戻ってきてほしいなんてね言われたりなんかして、あのまあ戻っても全然いいんですけれどもね、なんかもっとお金弾んでくれればまあでも頼ってもらえるのはすごい嬉しいなと思います。本当まあ、でもそうね、まあ、今シティのお店もすごく楽しくやってるんでね、まあ、今その戻るみたいなことはできないんだけども、またね、まあ、誰か人が足りない時ねまた呼んでくれればっていう感じで、まあ、お話はしたんですけれども、まあ、今日は久々にね香水にたくさん戯れてね、なんかもう全然知らない香水とかいっぱいあって、新しい香水とかね、もうあそこをやめてからまともに香水を売っていないので、なんかこれなんだっけなんだっけとかね、まあいろいろこうクン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 、ずっともう一日中クンクンしてました今日本当に。まあでもすごい楽しかったです本当香水売るのね。でまあこれからもねまたたまに空港でね、まあ、呼ばれて働くこともあるかなっていう感じで、本当なんだろうな、毎日毎日じゃなくていいんですよね空港ね。あのまあたまにすごく恋しくなるんで、本当そのたまに恋しくなったそのタイミングで働ければなっていう、ちょっとわがままな感じではあるんですけれども、久々に楽しく働けてよかったなと思ってます。おディノコさんが来ました。それにしてもね、香水にまみれた一日だったんで、すげえあの香水臭いです自分がね久々に。